怪盗祭、いい仮説だな。いや、私は大丈夫だ。万が一ストレスが溜まったら、狩りに行けばいい。私が尊重できる命には限りがある。そして、その相手は6年前から決まっている。ので、私に情けを求めるのは間違っている。なぜなら今は、心の余裕と時間がない。クリスタ、あなたはエレンとユミル。どっち？あなたも邪魔をするの？お初にお目にかかります。お客様がお望みなら、どこでも駆けつけます。自動手記人形サービス。バイオレットエヴァーガーデンです。大丈夫。ナインエス。ナインエスの声って、何か安心する。司令官からの呼び出し、先に行ってる。命令に文句を言わない。ねえ、私は、もう子はなせないのかしら。帝の寵愛はついえたのに、忠告の言葉も聞かず、みすみす我が子を殺した女が、玉葉妃に勝てるのかしら。用事はこれだけ。行きますよ。ごきげんよう。あの、今日も少しだけお散歩に行こうと思うんですけど。ああ、いえ、大丈夫です。本当に。その辺を歩くだけですので。ちょっと申し訳ない気もするけど。少しは一人でのんびりしないとね。ホタテとタイ入りのカツオだよ。やめろ。今日はいろんな人と会ったんだよ。何か今までとは違うことが起こりそうな。そうだ、お留守番のご褒美、気に入ってくれてよかった。大罪ぐるやらよ。働きたくないよ。今日も朝一から本部長とミーティングなのに資料がまだできてなくて。っていうか、そもそも毎日ミーティングする必要なくない？今日も絶対残業確定だよ。進捗確認しなくても連絡ぐらいスマホでしてくれればよくない？それをいちいちプリントでってどういうことなの？ああ、満員電車だよ。痛いんだよ。酔っ払いも乗ってくるし、ほんともうやめない。次の朝、カメとウサギは丘のてっぺん目指して、よーいドン。丘に登る坂道まで来た時、ウサギは振り返りました。カメの姿は全く見えません。